1986年のダブルゼータの模型ということで少しありましたが、83年にMSV ですね、バリエーションがたくさんキット化されたようですね。83年というとダンバインの年なんですけれども、この年にですね、クローバーという帝京の玩具メーカーが倒産したみたいですね。ですからビルパインという玩具はですね、トミーから、他のメーカーから発売されたということです。